はい、リオさんでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。いやー、来ましたよ、新車。ねえ、待望の三菱ふそうエアロスター 2PGMP38FK。これね、呉市で初登場です。そして、えー、この屋根上にですね、あのー、クーラーの、えー、ユニットが搭載されておりますが、 三菱重工クーラー搭載はなんと県内初ですねあのー、その三菱重工クーラーを取り扱っている会社の方が、えー、広島に、まあ、広島の三菱富裘さんのことを中国富裘って、えー、呼ばれるんですけどもまあ中国富裘さんでは、えー、初導入ということをお聞きいたしまして。 ツイッターにはですね、中国地方初と書いたんですけども、いや、待てよと、ちょっと後でですね、検索してみて、隣の両県の岡山は寮尾さん、そして山口県は三田交通さんですね、この同じ、我が社と同じ形のエアロスターが存在している。 でその写真をですねちょっとまあネットで検索してみたんですけどもあの全部伝送性まあメーカー標準の搭載のえ伝送性だったんですね。ということはですよやっぱり中国地方では我が社瀬戸内三幸が初搭載ということなんだとえ信じてですね自負してですね、えー、今回あのご紹介、えー、していこうと思います。で えー、我が社のねあのー、社長から、えー、ご協力いただきまして、えー、今回のこの新車のことに関してですね、えー、いろんなご紹介をさせていただこうと思います、えー、三菱出走エアロスターの使用、えー、打ち合わせというのがありましてその会社によってどういう使用がいいかっていう打ち合わせがあるんですね その時の様子とかこの度富山の方へ研修要はできたバスをちゃんと事業者が設定して使用打ち合わせの通りに制作されているかどうかという最終チェックにですね同行させていただいてその時の様子もご紹介したり盛りだくさんで今後ね あの毎週月曜日、えー、20時30分からですね、えー、配信していこうかなと思います。まあ、えー、一つの話題をですねあのずっとダラダラとするんじゃなくて、まあ、途中で、えー、他のことについてですねあの配信を、まあえー、気分転換ではありませんが、えー、ちょこちょこ 入れで、三菱ふそうの新型車両、今回は2754号ですね、こちらの新車のご紹介をさせていただこうと思っております。で、その隣にちらっとね、映っております、この度ですね、171号車、瀬戸内参考創立当初から、今まで一生懸命頑張って来られました。 えー、171号車が、えー、この度廃車ということになりましたね、えー、しい思いはする寂しい思いではあるんですけどもまあねあのー、新車のご紹介と合わせてね少しあの171号車にも、えー、ちょっと触れてみたいと思いますしまたあの171号車に搭載されていた運賃箱とですね2754号車に、えー、乗せ替えられておりますのでえー、2台ともねあの同じ 工場で製造され、ね、そしてね、えー、今こうやって、えー、対面しているわけですけども、まあ、2台ともね、新車とこの度、えー、今日までね、今回まで活躍された、えー、171号車の、えー、ご紹介もですね、合わせてしていこうと思っております。で、えー、この先もね、えー、またまた盛りだくさんで、えー、ご紹介させていただきたいと思っておりますので、ぜひ、 えー、楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。それでは、えー、りょうさんでございました、えー。ご視聴のほどありがとうございました。皆様、ご安全に失礼します。